皆さんこんにちは、生野一馬です。今日5月21日に夏の甲子園が中止と発表されました。戦後初めてのことです。春の選抜、夏の甲子園ともに中止となるのは史上初めてのこととなってしまいました。これについてですね、私の友人、親友である梅田博樹くんに今からお電話をつないでお話を聞いてみたいと思います。梅田くんは私の同級生でして、高知明徳義塾高校で春夏合わせて5回の甲子園、つまり全ての甲子園に出場した経歴を持っています。我々の同世代、ダルビッシュ、涌井世代なんて言いますけれども、その時の高校野球オールジャパン U18 のキャプテンも務めてですね、ダルビッシュや涌井のボールを受けていた、そんな梅田くんにですね、今回の夏の甲子園中止を受けて率直に今どんなことを思うのかを聞いてみたいと思います。まあさ、今回ちょうど今日ね、夏の甲子園中止が発表になったけど、うん、率直にどうですか？さっきもニュースとかやってたけど、うん、結構見てたら泣きそうだ。うん。だから本人たちは、その現役の今の子たち、高校3年生は、自分がその立場だったら、もう、なんていうのかな。うん。まあ、今はその子たちにかける言葉もないし、うん。うん。もし自分がその立場だったら何かをかけられても何も響かないんじゃないかなって思うぐらい落ち込んでると思うけど。ああ、そっか。うん。それが全てで、やってるからね。うん。俺も素人だけど、素人の俺が感じるとっても嫌なのが、対してこう、今までそういう選手たちに感情移入してこなかった人たちが、まあ、まだ人生先があるからって言ったりとか、うん、あるいは、もうこんな状況だから仕方ないよねって軽はずみ言っちゃうのが、すごく切ない。うん。うん。うん。だから何も言わない方がいいと思う。そっとしてあげた方が、うん。そっか。でもそうやって言ってる人たちも悪気があって言ってるわけじゃないと思うし。そうだね。うん。もしかしてそれがちょっとでも気休めになると思って言ってるとは思うけど。うん。うん。俺らの気持ちなんてわかんねえだろうって多分思ってる選手もいるとは思う。そうだね。うん。例えば何か別のところで試合をしてあげるとか。うん、そういう案がいろいろ出てるけど、あそこでやるからやっぱり意味があるわけじゃん。うん。だからモチベーションが上がらないと思うんだよね、そういうところでやっても。そっか。うん。まあ、試合はするけど、何の試合をしてるのって多分選手も思っちゃうし。うんうんうん。まあ、そういう場を作ってくれてありがとうございますっていう気持ちはもちろん、うん。持ってると思うけど、うん。やっぱりモチベーションが追いつかないから。はいはいはい。うん、例えば同じ場を持つ、何か違うことを考えてみんなのためにやってあげるとかって言ったところでやっぱり、うん、あそこまでの甲子園というモチベーションにはかなわないよね。そうだね、うん、もうあそこはあそこでしかなくて代替となるものがない世界なんだろうね。ないと思う、うんうん、絶対に。まあ、春夏甲子園5回全部出場した博樹だから説明できる特別な場所っていうものってないかな。まずプロ野球選手になる前に、うん、通る道じゃん、まずは。はい、はい。だからプロ野球を目指す前にまず目指すのって、うん、基本は甲子園だと思うんだよ。うんうんうん。で、甲子園目指さないっていう高校生むしろあんまり会ったことないし、うん、いるかもしれないけどね。うん。うん。まあ、その、ただ部活やって、野球やるっていう子は目指してないかもしれないけど、うん、基本的に高校で野球やってる子っていうのは絶対に目指してやってるわけだから、うん。うん、だから、まずはプロ野球選手になるっていう前の一番の夢だと思うからさ、そこでやるのが。うん、はい、うん。たまたま俺はそれが叶ったんだけど、うん。うん、だからやっぱりね、10代でまず一番最初に
掲げる夢じゃないかな、野球やってる以上は、そこが。はい。うん、まあ、それがなくなるってなっちゃったらね、今まで自分がやってきたことは何だったんだろうっていうふうになっちゃうのかな。なっちゃうし、うん、今日5月22日で、うん、引退だからね。そうなんだよね。そうなんだよね。だから、うわぁ。今日から何するんだろうと思って。俺も高校野球は伝える側でさ、特に山口県の時は地方大会の実況だなんてやらせてもらってたけど、選手が口々に言うのが、一日でも長くこのメンバーと試合をするため、プレーをするために頑張るんだっていうふうに言うんじゃん。1回戦勝って、2回戦勝って、3回戦勝って、1試合でも多くこのメンバーで3年間汗を一緒に流してきて、同じ釜の飯を食べてきた仲間と少しでも長い時間を過ごしたいんだっていうのが、甲子園球児だったり、まあ、高校スポーツじゃん、うん、その中にあって、確かにそうだ。もう今日は終戦記念日になっちゃうんだ。そうだよ。わあ。しかも、何もできずね。うん。だからさっきも涙してる子とかいたけど、うん、試合に負けたとかそんなレベルじゃないほどの涙に感じたけどね。もうそのね、悔しさっていうのは想像はできるけど、絶対俺らには実感できないから、まだヒロキの方が感じられるだろうけど、一方でヒロキも経験したことないもんね、こういうことはね。そうだね。だから、本当どうするんだろうと思って、明日から。高校生のその3年生たちは。うん、だそうなると、まあ、俺の発想がおせっかいなのかもしれないけど、まあ、そもそも今日、ヒロキにこうやってお話を聞こうと思ったのは、今の選手たちの気持ちに寄り添えるのはヒロキかなと思って、かけてあげられるような言葉があったらかけてほしいなと思って連絡したんだけど。うん。いやー、まあ自分がそういうことを、まあ野球やって、甲子園出てとかっていう経験してきたからこそ、逆にちょっと言えない部分でもあるからさ。そうそうそう、その、お前はいいよね、出てね、みたいな。あるし、うん。そう、だからその、なんかしてあげて、松坂さんもさっき言ってた、大人が動くべきだ、みたいな。言ってたけど、でも、何かをしてあげれても、やっぱりそのモチベーションには絶対にならないわけよ。甲子園、甲子園出場を決めて、開会式して、試合をするっていうモチベーションには、何をどうしても、あそこでやらない限りは、そのモチベーションは絶対に保たれないと思う。うん。うん、もちろん何かしてあげたいっていう気持ちは多分みんな持ってるし。うん。現時点ではそんな美談には絶対ならないと思うけど、うん。これを、月並みな言葉だけどさ、力にできた人たちって本当強いだろうね。で、5年後、10年後に、あの時、甲子園に立てなかった選手が今、プロ野球、甲子園球場、マウンドに立っています、みたいなこともあるかもしれないんだもんね。うん。うん、そうなってほしいよね、むしろ。馬淵監督は、甲子園が全てじゃないって言ってた。今日の円陣でね。選手を集めて、甲子園だけが全てじゃないと。高校野球はあくまで人間として成長する場だから、うん、グラウンドで、しっかりと成長して、それで社会で通用する人間になるところだから、うん。うん。甲子園だけが全てじゃないとは言ってる、マブスさんはね。うん。もちろんそれは絶対そうだし。だけど、やっぱやってる側からすると、うん。いや、甲子園が全てなんだよ。で、俺は思ってたから、うん。うん。まあ、監督なりの優しい言葉のかけ方だとは思うんだけど、うん。ただ、俺が今その選手たちにかけられる言葉って、一切何もないね。うん。うん、もう、なんか、何も喋れないと思う、今俺がそこに行っても。うん。うん。いや、絶対思っちゃうもん、多分。お前に何がわかるんだ、つって。そうだね。自分がもしそうだったら思っちゃうかもしれない。うん。うん、もう今日さ、うん、まあ、そういう前向きなヒロキのエールを、いただいた上で、ちょっと微暴録としてさ、ヒロキは
高校3年生の時に U18 日本代表のキャプテンやってさ、ダルビッシュとか涌井とかの球を受けてたわけじゃん。うん、そのあたりの話とかしたら視聴者の人喜んでくれるかなと思ってたんだけどさ、もう今日そういう話はやめた。その話今日はやめた。また今度聞くとしてさ。落ち着いたらにしようよ。うん。で、うん、でも、何百人ぐらいの人が見てくれる、まあ、小さな輪の中で一生懸命こうやって俺も伝えさせてもらってるんだけど、まあ、今回のヒロキットのインタビューは出そうと思うし、出す意義があると思うんだけど、まあ、今日こうやって話してみて、俺が感じたのは多分明日からまたいろんなワイドショーとかでやると思うんだけど、うん、静かにしましょうよっていうことだね。そう。多分明日からさ、うん、なんでやらせてあげれないんだとかさ、うん、あと、何か違う場を設けて何かをやってあげるべきだとか、うん、絶対出てくるじゃん。だけど、あそこでもうやれないんだったら、いいよ。多分、選手は思う。選手の立場になってね。そうだね。みんな言うのは簡単だけどさ、うんうん、あの選手の立場に、例えばわかんないよ、コメンテーターとかがさ、いろいろ言うと思うけど、うんうん、ね、やったことない人言うなよって思っちゃうもんね、俺からすると多分。そうだよね。そうそう。うん、いや、そんな気安く言ってくれる、まあ、ありがたいことなんだけどさ、うん、思ってくれるのは、うんうん。だけど、そんな簡単に埋めれることじゃないからさ。うんうん、まあ、俺も、ヒロキに励ましてもらおう、まあ、もらえるもんだと思ってた浅はかな人間の一人だったからさ、まあ、明日以降、そういう人が一人でも減ることが、最も選手たちに寄り添うことなんだっていうメッセージをこの動画で伝えたいね。うん、で、何なんだろう、選手たちの方からさ、元気になったタイミングでさ、うん、こんなことやりたいですって言っちゃったらいいんじゃないの。ああ、いいと思う。ね、今誰かがこう恩着せがましく言っても何にも響かないだろうからさ、うん、だからそうなった時に、まあ、ヒロキだったり、それがダルビッシュなのか涌井なのか、まあ、あまたいるプロ野球選手なのかが一致団結して何かしてあげるってたやすいことじゃない？うん、きっとね。そうだね。うん、そうそう。例えばね、もう叶わないからさ、うん、うちの高校はどこどこと高校と野球がしたいとかさ、試合をね。ああ、いいね。例えば明徳じゃん。うん、そうだね。うん、明徳って面白くてさ、智弁和歌山には割と相性がいいんだよ。そうだね。去年は負けたんだけど、うん。で、大阪桐蔭も別にそんな相性は悪くなかった。うん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 。横浜には勝てないんだよ。ああ。なんでだろうね。だから、不思議なんだけどさ、うんうん。じゃあね、まあ引退試合じゃないけど、横浜高校と試合を最後するとかさ、うん、横浜スタジアムでもいいし。うん、じゃあ多分人なんか絶対たくさん見に来てくれるからさ。うん、じゃあ片や、平安高校はどこどことやりたいとかさ。はい。ね、そういうふうにやってたら、いろんな球場でまたお客さんもたくさん見に来てくれるだろうからさ、絶対。そうだね。そうそう。っていうのはまあ、全高校でやるのは難しいけどさ。うん。せめて先発出場決まってたところだけでも。まあ、そうだね。まあまあ、やってあげるべきじゃないかなとか思ったりもするけどね、一つの案として。とってもいい案だと思う。だからそれが選手たちの口からやりたいっていうまでもう騒ぎ立てる必要もないもんね、それに関してもね。そうそう。だって俺らがそんなに言ってもさ、選手がさ、いや、それはいいよって思っちゃうかもしれない。そうだよね。それをなんとなく思ったけどね、先発32校、うん、その中でね、お互いにやりたいとこ同士でさ、うん、球場貸して移動も交通費も全部免除でいいじゃん、そんなのは。うん、そうだね。うん。で、お客さんなんかみんな見に来るわけだからさ。うんうん、確かにそうだ。観客がいる中でやるっていうのも、モチベーションがすごい左右されるからさ。ねえ、特に甲子園っていうのはもう、例えば負けてるチームが圧倒的に有利だったりするシーンがあったりね。そうそうそう。流れを変えるよね、スタンドが。うん、選手も見るからさ、今日空いてるなとかさ、今日人多いなとかさ。うん、ああね。なんか、それでやっぱ、やる気ちょっと左右されるもんね。ねえ。春夏両方出てる選手は、夏はスタンドが白い T シャツの人が多くて見にくいとか、内野手は言ってたりしてたよ。まあ、かぶるからね、うん、フェンスが低いから内野のフェンスが低いから。そう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 。うん、まあ、ヒロキはキャッチャーだからあんまり関係なかったかもしれないけど。いや、俺内野だったもん、最後の夏だけキャッチャー。あ、そっか、サードか。うん。
まあ、初めて出たときは、ファーストに投げるときはびっくりしたよ。あ、そう。一瞬ファーストから目がこう、なんていうの、一瞬ファーストの人が消えるっていうかさ。へぇー。ファーストと被ってるみたいな。そんななんだ。うん。なんだろう。こういう話もさ、今、球児たちが聞いて、うわぁ、やっぱりいいとこだったんだって、思えんだったらどんどん仕上げたいけど。そう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 。静かに見守るのがベストっていうのが、この段階での答えなんだろうね。うん。まあ明日から多分盛り上がるんじゃない？ワイドショーは。ね。ちょっとね、うん、少なくともこの熱血チャンネルをご覧の皆さんはですね、そういうワイドショーを見て、変に感情移入しないでほしいっていうか、もう子供たちにしかわからないものがあるんだと思って、そっとチャンネル変えるぐらいの気持ちでいてほしいかな。って思っちゃうな。うん、ね、うん。で、本人たちが何かやりたいって言った時にみんなにこう盛り上げる準備ができたらいいかなって。思いました。そうですね、はい。ごめんね、夜遅くに。もう約束の1時が近くなってきてるから。寝ていい？ごめん。おやすみ。本当、ありがとう。で、いや、こちらこそ。またこれをきっかけにね、楽しいこと一緒にやりましょう。うん。ね、嬉しかった。ありがとうございました。ありがとう。おやすみ。ありがとう。はい、ということで、明徳義塾高校で春夏5回の甲子園の経験をしました梅田博樹くんにお話を聞きました。今はとにかく選手たちの気持ちは選手たちにしかわからないので、そっとしておいてあげましょうという結論です。おそらく日付変わって今日からいろんなメディアがやった方がよかった、やらない方がよかったって盛り上げるかもしれないですけれども、それらの発言だったりアドバイスっていうのはおそらく球児たちには響かないだろうというふうに私もひろきくんと喋っていて思いました。まあそういう選手たちが少しずつ心の健康を回復して、こういうことやってみたいんですって言った時に、何かこうご協力できるようなね、気持ちの準備をしておきたいなと思いました。ということで、ここまでは2020年の夏の高校野球中止を受けて梅田ひろきくんにお話を聞きました。長時間のご視聴ありがとうございました。